清らかな心をね保って今日までご心になられたと思います。とても難しいことだと思います。いろんな目に遭いますとね、悔しい気持ちとか憎む気持ちとかでね、心が変わってしまって濁ってしまって顔が変わってしまって願いも変わってしまいますね。でも皆様方そうじゃないですね、はい、まだまだ清らかな心で優しい心を持ちになってて、それで努力されていらっしゃいますから、さらに尊いことでさらにご苦労だと思います。本当に頑張ります。皆様方の姿を通して私たち日本人もですね、今回いろんなことを学んだと思うんです。これからのご縁だと思います。よろしくお願いします。弁慶さんの本当に心温まる一歩が日本の世論を大きく変えて、本当に問題解決のために大きく前進しているという感じがしました。本当にありがとうございます。やはりね、これとって私ども日本人の、ね、中でここ十数年悲惨なこと多かった中でね、傷つきながらもその大切なことをそのみんなで探してきていますよね。そういったところに今回のチベットの皆様方の努力とかね、いうのが伝わったんじゃないかなと思います。犠牲はですね、そういう意味では尊いと思います。で、今日はね、ご存知のようにチベットの皆様方と漢族の皆様方双方のお弔いをね、させていただくんです。これはですね、そのチベットの皆様にとって今回亡くなった漢族の方々が憎むべき相手でないということを私は、もしもし、橋爪です。